まりました、ね、始まってます。どうじゃレオスということで、今日なんですけども、リトルビッグがね初のランウェイショーをやるということで、22年 SS のシーズンですけども、はい、ということでね、特別にちょっと今回リハとかねの段階から潜入させていただいて、ちょっと舞台裏というかね、ビハインドステージをちょっとお届けしようかなと思います。会場はねこちらの、ね、メルパルクホテルメルパルク東京の駐車場だかなんかでやるみたいな感じです。ちょっと今からね行こうと思います。始まった、始まってます。いや見てください、会場でございます。すごくないですかビビったねえ、すごいです。俺カメラでどういう風に映ってるか分かんないけど、いやめっちゃ綺麗に映ってます。結構すごいね、モデルさんがね上から歩いてくる、上から、しかも駐車場パリ切ってます。なんかちょっと怪しげなね、すごい見てこれ、全部ライトもこれ今日のためだけにつけてるわけじゃん。これは金かかってますなキスも結構すごいね、すごいですね。こんなに席があると思わなかった。これだって100人くらいよ、いない、まず、ね、100席くらいありそう。いやすごい楽しみですね。ちょっとあの、まあ、会場ねここですけど、まあ後で多分リハーサルとかもあるんで、ちょっと上がります。はい。テンション高い。モデルさんとかの控え室ということで、撮影もするみたいな、撮影もありつつも、まあ、軽くねモデルさんたちにちょっと、うん、この後ねリハ、あと1時間後くらいにリハなんで、ちょっとリハも押さえて捉えたいと思います。りょうたさん今何してるんですか。ちょっとリトルビッグの手伝いをして今日裏方だ、靴の管理をして、靴の管理をして、すいません、お願いします。これでいいんだよ、知らなかった、ルックロート、知らなかった、リハですね。そうです、とりあえずモデルさん、あんま密にならんように6人ぐらいずつ降りてください。次は3のスタッフで、降りてもらっていい、 B1 に入れてほしい、多分 B1。 どうすか何かここをこうモデルさんが歩いていくと、で一周して上がっていくんだね、多分ね。すげー、おー、なるほど、こうなるわけだ。おお、なんかちょっとお客さんも入ってるのかな、これ。違うか、関係者か。なるほどね。
すげえこんな感じなんだ先に見てしまうまあ基本は音楽とか一歩右を行きます、ね、で戻るときは白線の上じゃなくて一歩ずれます。ルートはこんな感じ。戻るときはここ白線の上じゃなくて一歩そっち、一歩こっち側、ここだけ一歩そっち側歩きます。震えた、うん、なんかね、いろいろ思い出してね、感慨深くもあったけど、純粋にね、かっこいい、ね、ショーっていいなって思いました。リハだけどガリさんは今あの忙しそうに最終調整で、ね、結構リハも押して言うてもう6時15分なんで、スタートまで15分っていうギリギリのところで最終調査が今して、結構緊張感ある感じですけど、でも最高ですね。最高。ファッションっていいなって思った。この仕事しててよかったなってちょっと思いました。じゃあ本番。最高です。僕は、はい、もうあのリハの段階で一瞬泣きそうになったっすね本当ですか。マジでもういろいろなんか込み上げてくる。割と18年の SS とかからちょうど4年前くらいじゃないですか。すげー、めっちゃ来るものがありました。食らいました、ね、なんか最後のモデル出て、でフィナーレ終わって、はいはい、天谷さん行ってくださいって言われた時半分泣いてましたもんでもなんかね、いや僕もやっぱ込み上げるものあったんで、めちゃくちゃなんかやっぱショーって素晴らしいなと思いましたし、ファッションっていいな、なんか強いショーやりたいなと思ったんで、どうなんかはこの後見るの怖いんですけど、最高でしたね。本当ですか。もうなんか集大成というか、なんかもう、はい、もうザ・リトルビッグって感じがして、はい、やっぱそのいつも展示会でルックは見ますけど、なんかやっぱランウェイで人が歩いてみて、空間と音楽とすげえ良かった。めっちゃ良かったありがとうございました。いやいや、こちらこそ、はい、いや本当に皆さんもありがとうございました。はい、本当最高です。とかも刺されるんですかね、これは YouTube ありがとうございます、はい